太陽生命浦和ビル住友生命浦和テクノシティビルテクノシティ浦和は埼玉県埼玉市浦和区張ヶ谷に所在する3棟の低層オフィスビルからなる業務エリア大京が開発主体となり新潟鉄工所浦和工場跡地に1990年から1991年にかけてオフィスビルライオンズテクノシティ浦和 ABC 外区が竣工。合わせて 浦和市によって埼玉市立時和北小学校が開校された。金融機関の環状系システムを収容するシステムセンター、広報事務用とのビルとして開発されたため、部外者たち入りを制限できるよう敷地の外周は柵で囲われたり、ビルに窓がない一面があるという特徴がある。計画当初は埼玉銀行、太陽神戸銀行の電産センターが入居していたが、 2002年までに主管機能は郊外の新拠点へ移転しており、跡地はシステムインテグレーターのオフィスやデータセンターとして使われている。映画区の西側は中央区新中里と接している。周辺は住宅街であり、新中里側は低層住宅地となっているが、南北は分譲マンションや埼玉県英浦和高層住宅団地が立ち並んでいる。 北側指導と接する場所に設置されている、外区標識は竣工当初の、ライオンズテクノシティ浦和のまま残されている。なお、近接地の北浦和駅西口に、ビル所有の被災や太陽生命保険の、親密先である、旧太陽神戸銀行北浦和支店が存在したが、厳密い住友銀行発足直前の2001年2月に、浦和支店へ統合された。 三井住友銀行の ATM コーナーは、与野駅西口に、旧住友銀行時代から存在するものの、北浦では、支店撤退以降設置されていない。T&D 保険グループのシステム、契約保全関連機能を集約させている。賃貸オフィスとして非 IT 系の企業、公共団体が、テナント入居している。ありがとうございます。